源義高は、平安時代末期の川内源氏の流れを組む品の、源氏の武将、清水加とゴース、基礎義高とも、源義仲の嫡男。母は、中原金藤の娘。意味名は文献によって異なり、義高は、あず鏡の記述によるものである。尊卑文脈では、義元平家物語では、義重となっているが、他の資料との整合性や、 比較批評が必要である。説話的な題材や虚構も交えられていることもあり、信憑性に乏しい。樹永二年、挙兵した父、義仲は、持ち人の維持、北陸軍を奉じて、信濃国を中心に勢力を広げ、同じ源氏の源の頼朝とは、独立した勢いを見せた。また、頼朝と対立していた叔父の志田義弘と、新宮幸恵を庇護したことにより、三月には、 頼朝と義仲は、武力衝突寸前となる。義仲が十一歳の着手義しを人質として、鎌倉へ差し出すことで、両者の和議が成立した。義しは、信濃の名族の子弟である、雲野美み氏やも月重きからを伴い、頼朝の長女、王姫の婿という名目で、鎌倉へ下った。同年七月、義仲は兵士を破って入京する。 しかし、吉中は刑を治めることに失敗し、後白河法王とも対立する。頼朝は後に、源の則りりと、源の義経を代官とした、吉中追悼軍を派遣し、樹英三年一月、吉中は、宇治川の戦いで、追悼軍に敗れ、合わずの戦いで撃たれた。父、吉中が撃たれたことにより、人質として、鎌倉にいた、吉高の立場は悪化する。 4月21日、頼朝が吉高を中殺しようとしていることを知った。王姫は、吉高を密かに逃がそうとする。吉高と同年の側近で、いつも、すごろくの相手をしていた幸い師が吉高になり変わり、吉高は、女房姿に憤して、王姫の次女たちに囲まれ、屋敷を抜け出し、王姫が手配した馬に乗って、鎌倉を脱出する。しかし夜になって、ことが露見し、 激怒した頼朝は、幸石を捕らえ、堀近氏やら軍病を派遣して、吉高を打ち取るよう命じた。吉高は4月26日に、武蔵国で追っ手に捕らえられ、入間河原で親家の老頭、島内光清に撃たれた。去年12、5月1日に吉高の残党が海と信濃に隠れ、無本を企てているとして、信濃国に大規模な軍病の派遣が行われた。 吉高の死を知った王姫は嘆き悲しみ病床に、伏してしまう。母の政子は吉高を撃ったために、王姫が病になってしまったと怒り、吉高を撃った老中の不始末のせいだとよりともに強く、迫り、6月27日、光清は晒し首にされた。神奈川県鎌倉市上落事に吉高の墓と伝わる、塚がある。幸いしと重げはその後も頼りに仕えて、 鎌倉幕府の御家人となっている。ありがとうございます。